トーマス・エス・モンソン、トーマス・スペンサー・モンソンは、アメリカ合衆国の宗教指導者、著者、第16代末日聖徒、イエス・キリスト教会の大館長である。同教会の信者は、モンソンのことを、預言者、ミシャまたは刑事者であると信じている。モンソンは、印刷会社で働いた経験があり、その後は、ほとんどの時間を、 教会の指導部の職に従事し公共の場で奉仕するなどして過ごした。モンソンは36歳の時 LDS 教会の首都にひじり任され、1995年3月12日から教会の大館長となった2008年2月3日までの間に3人の大館長の下で大館長会の顧問や首都定委員会会長として奉仕した。 前代艦長のゴードン・ビー・ヒンクレイが死去したため、モンソンがその地位を継承することとなった。モンソンは4つの名誉博士号を授与された。ボーイ・スカウト・アメリカ連盟のシルバー・バッファロー賞、世界スカウト機構のブロンズ・ウルフ賞、いずれも各組織の最高の賞である。モンソンは、ボーイ・スカウト・アメリカ連盟の運営組織の全国執行委員会の一員であった。 モンソンは、教会教育理事会会長であり、ロナルド・レーガンによりアメリカ合衆国大統領の民間イニシアチブのためのタスクフォースに任命された。1948年に、ソルトレーク神殿で、フランシス・ベバリー・ジョンソンと結婚し、その間に3人の子供を持った。妻のフランシス・モンソンは2013年5月17日に、亡くなった。 2017年5月23日、LDS 協会は、現在モンソンが、健康上の問題により、協会本部での集会に、定期的に出席していないと発表した。2018年1月2日午後10時、ユタ州ソルトレークシティの自宅にて死去。90歳。 1927年8月21日、ソルトレークシティで、両親のジー・スペンサー・モンソンとグラディス・コンディー・モンソンの間に、6人兄弟の次男として生まれ、絆の強い家族の中で育った。モンソン家の近くには、母親の親戚がたくさん住んでいたので、頻繁に親戚みなで旅行に行った。その頃近所には、メキシコ人が何人か住んでいたので、 それが理由で、メキシコ人やその文化を愛するようになったと後に語っている。彼はたびたび週末にグレインジャー氏にある親戚の牧場で働くこともあった。10代の間は、父の経営する印刷会社で働いていた。1940年から1944年まで、モンソンはソルトレイクシティのウエストハイスクールで学び、1944年秋に、 ユタ州立大学に入学した。その頃、将来の伴侶であるフランシスに出会った。フランシスは、ソルトレイクの裕福な家の出身であった。彼女の父のフランズ・ジョンソンは、水田で、モンソンの王子よりバプテスマを受けたという経緯もあり、モンソンと、フランズの信仰はすぐに深まることとなった。1945年に、モンソンは、 アメリカ合衆国の海軍予備軍に入り、第二次世界大戦に参加することになっていた。訓練のため、カリフォルニア州のサンディエゴに送られたが、海外に派遣される前に、終戦を迎えた。その後、彼は予備軍に入ったまま、6ヶ月を過ごした後、また、ユタ州立大学に戻った。モンソンは経営管理を専攻して、学士号を取り優秀な成績で卒業した。 1948年10月7日、21歳の時、ソルトレーク神殿で、フランシス・ベバリー・ジョンソンと結婚した。そして、彼女との間に、マスリー、アン・フランシス、クラーク・スペンサーという3人の子供を持った。大学卒業後、将校になることを目指して、再び海軍に入ることにした。しかし、入り軍許可書を受け取って間もなく、モンソンは、 地元の教会のビショップからビッショプリックに召された。両方の勤務時間が重なるため、海軍の仕事をしながら、ビッショプリックの責任を果たすのは、不可能であった。そこで教会の使徒のハロルド・ビーリーに相談した後、入り軍許可を断り、退職願いを出すことを決めた。そして朝鮮戦争が始まる直前、除隊することができた。6ヶ月後、モンソンはリーにより、 ビショップに召された。リーは、あの時、モンソンが、海軍に入っていたら、召されなかっただろうと語っている。モンソンは、少しの間、ユタ州立大学で教授として働き、その後は、新聞社に勤めた。最初、デゼレットニュースプレスに就職していた。1950年5月7日、22歳のモンソンは、LDS 協会のビショップになり、 5年にわたって2つのワードを指導した。その前はワードの初期や若い男性総合改善協会の教育長として奉仕していた。当時のモンソンが指導したワードには1000人以上の協会員がいて、その中には85人の未亡人がいた。彼はビショップを引退した後も定期的に彼女たちを訪問した。クリスマスの季節にはプレゼントとして、 自らが育てた鶏を持っていくこともあった。彼はこれらの未亡人すべての葬式に出向き、生前の話をした。ビショップとして奉仕していた間に、ワードの中には、朝鮮戦争に参加していた男性が23人いた。モンソンは、その一人カズトに毎週手紙を書き送った。そのおかげで、少なくとも一人が再び教会に通うようになった。 そして、モンソンの指導により、そのワードの出席人数が4倍に増加した。1955年6月に、27歳の時、ソルトレークテンプルビューステーク会長のパーシ、ケイフェッザーの顧問として任命された。モンソンは、ユタ州のホリデー市に引っ越すまで、ステーク会長会顧問として、そのステークの初等協会、日曜学校、 相互改善協会、スポーツの予算の管理をした。モンソンは、ホリデー市で、協会員に協力してもらい、集会場を建てる、ようワード建物委員会会長に任命された。モンソンの指導により、フランス語で伝道する、宣教師が初めて、ケベック州に派遣された。そして特に、オランダ、ドイツ、ポーランド、イタリア、ソビエト連邦。 ハンガリーなどからの移民への伝道を指導していた。将来中央幹部の指導者になるジコブデ・ジャガーはその移民回収者の一人であった。当時、たくさんの教会員がユタに移動していたのだが、モンソンはその移民回収者がユタ州に移動するより東、カナダに泊まるように励ました。それは教会がもっと知られるためであった。 カナダにいる教会委員たちを励ますために、そして LDS 教会がなくなっていくことがないことをみんなに認めてもらい、見込みのある回収者をよりよく勧誘できるように、大規模な集会場建築プロジェクトに取り組んでいた。その時まで、ほとんどの支部が部屋を借りて集会を開いていた。モンソンが熱心に奉仕した結果、1960年8月14日、 トロントステークが組織された。しかし、連動部の支部のほとんどは、そのままであった。オンタリオには1990年、トロントに神殿が建てられた。モンソンは大官庁会顧問として、その神殿の封建式に参加した。カナダから戻って間もなく、モンソンは、ホリデー市のバリービューステーク代表議会員として、召された。 二ヶ月後には九つのステーク電動部を管理していた。そのうちの八つは、ソルトレークシティやその東にある郊外にあり、もう一つは、ヒーバー氏のワサッチステークにあった。同じ時期に、モンソンは、教会の神権警府委員会に加わり、後に、神権ホームティーチー委員会にも加わった。モンソンは、再びデゼレットニューズで働き始め、次長として勤務していた。 新聞社に勤めていたが、印刷とは、無関係の仕事ばかりであった。1ヶ月後、ゼネラルマネージャーとなった。当時、ミシシッピ川の西に、アメリカ最大の印刷工場があった。モンソンは、首都として任命される1963年まで、この役職に就いていた。モンソンは1963年の10月4日に、 総大会で十二使徒定員として教会員に支えられた。1963年10月10日にジョセフ・フィルディング・スミスによりひじり任された。1965年から1968年までの間、モンソンは南太平洋とオーストラリアの教会を管理していた。その間にトンガでの最初のステークを組織した。仕事の経験があったので、 KSL ニュースレディオやボンヌビルインターナショナルなど、様々な教会の活動の管理を手伝っていた。彼は、LDS 教会のキング・ジェームズ聖書を出版した、聖典出版委員会会長であり、教会の標準聖典を修正したり、ガイドや参考聖句を入れるなどしていた。そして、教会印刷諮問委員会、選挙士管理委員会、総合福祉委員会にも参加していた。 使徒として奉仕しながらも、自らも勉強を続け、1974年に、経営学の修士号を取って、ブリガム・ヤング・ユニバーシティを卒業した。後に、モンソンは、東ヨーロッパの教会運営を管理し、ソビエト圏で教会を組織できるように様々な助けを受けた。1982年に、東ドイツでの最初のステークを組織していて、 東ドイツのフライベルクで神殿を建てる許可を得られるように大事な役割を果たした。その神殿は1985年に完成した。1985年、教会大館長のスペンサー・ W ・キンバルが死去した後、新しく大館長として任命されたエズラ・タフト・ベンソンは、ヒンクレーとモンソンを顧問として選んだ。 ベンソンの後継者のハワード W ハンター大官庁の顧問として奉仕した。ハンターが死去後、ヒンクレイが大官庁になり、モンソンが第一顧問とて奉仕することになった。2008年1月27日のヒンクレイ大官庁の死去まで、大官庁会顧問として奉仕すると同時に、十二支と定員会会長として奉仕した。その間、ボイド系パッカーが、 大公会長として働いていた。2008年2月3日に、モンソンは大館長となった。彼は、顧問として、ヘンリー・ビーアインリングとディーター・エフ・ウックトドルフを選んだ。モンソンが生まれた頃、教会員は、世界中に65万人いて、ほとんどがアメリカの西の方に住んでいたのだが、大館長になった時には1300万人を超え、 その大多数がアメリカ以外に住んでいた。2012年10月31日の時点で、モンソンが発表した31棟の神殿が建設中、または計画中であった。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領がユタ州を訪れた時、モンソンとその顧門たちは大統領と会った。2009年7月20日、モンソンと12使徒のダリン・エイチ・オークス長老は共に、 バラク・オバマ大統領とハリー・リード上院議員に会い、オバマの家族歴史の記録が載っている5冊の書物を送った。オバマ大統領が2015年にユタ州を訪問した際、集会を開き、アインリングやウックトドルフに会ったのだが、モンソンは出席しなかった。教会代表者はその理由を、その次の週末に行われる教会の総大会に、体力を保っておくためだと語っている。 プレジデントトーマス・エス・モンソン、1 6スプロフェットオブザ、LDS チャーチ、ダイズ・アフターエライフ・タイム・スペント・ゴーイングツー・ザ・レスキューデサレット・ニュース2018年1月2日ありがとうございます